はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はやめた家事、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。床の掃除機がけと水拭き。こちらは以前紹介したナーマルフレオの、ロボット掃除機です。これね、とっても優秀で、汚れているところを水拭きして、でもまだ汚れてるってなると自分でね判断して、またそこをきれいになるまでお掃除してくれるんです。モップも自動で洗浄して乾燥してくれるので、手で洗う必要がありません。魚焼きグリルを洗うこと。魚焼きグリルって洗うのめちゃくちゃ大変じゃないですか。奥の方の汚れは手が届かないから洗いづらいし、なので我が家ではグリルは使わずにフライパンで焼くようにしています。お米を洗うこと。我が家では長いこと無洗米を使っています。はじめはお米洗わなくて大丈夫なの？と心配でしたが、全然問題なく美味しく食べれています。無洗米の方が炊くのが簡単なので、小学2年生の長男も最近ではお米を炊いてくれます。すべての野菜の皮を剥くのをやめました。玉ねぎとかはね、さすがに皮を剥かないと食べれないと思うのですが、人参だったり大根って皮を剥かなくてもそんなに味が変わらないですし、むしろ栄養価が高いようです。これはね、最近始めたばかりなのですが、人参とかさ、きんぴらとかカレーとかに使うとき、なんで皮剥いてたんだろうって思うぐらい変わらないです。無駄なく食べれるし最高ですね。続いて紹介するのも割と最近取り入れたことというか、アイテムですね。排水口のゴミ受けのカゴを洗うことをやめました。使っているアイテムは排水口プレート。使い方は簡単で、裏側にストッキングネットを引っ掛けて取り付けるだけです。ゴミ受けのカゴって結構ゴミが詰まったりとか掃除しづらいじゃないですか。これだったら洗う必要もなくて、溜まったら捨てるだけ。取り付けも簡単ですし、めちゃくちゃ買ってよかったなと思うアイテムです。概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてくださいね。ラップの交換頻度を少なくしました。使っているのはコストコのラップです。使用しているラップケースはイデアコのものです。このコストコのラップ大容量で、最後いつ変えたのかなって分かんなくなるぐらい長持ちします。台拭きを、洗うこと。台拭きって一度使ってすぐ洗濯すればいいのですが、まだ使えるなと思ってそのままテーブルとかに置いておくとすぐ臭くなりますよね。ちょちょっと掃除はなるべく使い捨てのものを利用しています。使ってすぐに捨てれるのでとても楽です。我が家では極力ゴミ箱を置かないようにしています。リビング寝室にはゴミ箱がありません。ゴミ箱がたくさんあると、その分ゴミの回収も大変ですし、ゴミ箱のお掃除も大変。最近は資源ゴミを、指定のゴミの日に出すのをやめました。ペットボトルやカンカンはリサイクルのステーションがあるので、そういったところに買い物のついでに捨てに行くようにしています。ペットボトル、カンカンの、回収日は月に2回とかしかないので、それを逃してしまうと大変なことになってしまう。このスタイルにしてからとても楽になりました。布団を干すのをやめました。もうこれはずいぶん前からやってないですね。布団を干す代わりに、布団乾燥機と布団クリーナーでお手入れをしています。太陽の日で、しっかりとね、お外でお布団を干すっていうのも気持ちいいのですが、
私はね、結構鳥の糞だったりだとか、急な雨や、花粉が気になってしまうので、長いことお布団は外に干してはいないです。このね、布団乾燥機、おしゃれでとても気に入っています。すべての洗濯物を畳むこと。以前はハンガーから、取って畳んでとね、すべて畳んでいたのですが、できるだけね、こうやって、取り入れたらすぐにクローゼットに戻せるようにしています。マーハンガーはおしゃれなのですが、外で使うと変色してしまうので、最近はニトリのハンガーを愛用しています。マット類を洗うこと。玄関マットやキッチンマット、トイレマットなどありますが、マット類はなるべく使わないようにしています。マットがないことで掃除もとてもしやすいです。以前はトイレマットに限らず、トイレットペーパーのホルダーカバーだったりとか、便座カバーもつけていましたが、というかつけないといけないと思ってたんですよね。汚れるだけなのになんでつけてたんだろうなと、不思議に思います。ストック管理も以前はね、たくさんストックないと嫌で、いろいろね、買いだめして、ストック管理をしていましたが、もう最近は必要最低限、もう薬局もすぐ近くにあるので、なくなってから買いに行くようにしています。ボトルの詰め替え、洗濯、洗剤、柔軟剤、シャンプーにコンディショナー、調味料、いろいろなボトルの詰め替えをやめました。今はもともとおしゃれなボトルのものも多いですよね。完璧を求めること。以前は家事何でも完璧にこなそうとしていました。毎日掃除をしないといけない。隅から隅まで掃除が行き届いていて、整理整頓もきれいにできてないといけないというふうに思っていました。そんな思い込みで勝手に疲れて時間をたくさん使うのをやめました。献立を立てることをやめました。一時期は家で1週間の献立を決めてからスーパーに買い物に行っていました。でも献立考えるのってめちゃくちゃ難しくないですか？なのでスーパーに行って適当に安いものを買ってあるものでメニューを考えるというふうに変えました。というより買い溜めをするのをほとんどしなくなりました。しても2日3日ぐらいですね。結構ね、その日によって食べたいものが変わるんですよね。皆さんはどんな感じで献立を考えていますか？最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。